Experience starts here. ANA World Air Current. J-WAVE ANA World Air Current Podcasting. 今回は4月6日放送、音楽評論家で DJ のサラーム宇奈神さんに伺った南インドチェンナイのお話です。今年の秋から冬あたりに ANA の直行便がインドのチェンナイに飛ぶということで、今日はサラームさんにチェンナイのことをいろいろと伺いたいんですけど。はい、よろしくお願いします。まずチェンナイというのは、はい、まあ、地理的にはインドのどのあたりにありますか？はい、インドの南です。南インドは5つの州からなるんですけれど、その中の一つで、はい、ベンガル湾東側に面していて、はい、タミルナドゥ州の州都です。南の結構下の方、下の方 で、 それで右 側、 はい、その下の方にスリランカがあります。あ、なるほど、なるほど、なるほど。一言でインドって言っても、まあ、北と南では、そして東と西では随分と違う、はい、ということ、はい、その通りですよね。今日はじゃあチェンナイをちょっと、結構行かれてるんですか、チェンナイ。はい、2001年に最初に行ったんですけれど、はい、音楽祭の取材でその後2002年続けて行って、2005年、で久しぶりに一昨年2017年行って、やっぱり良かったんで、去年の暮れ2018年の暮れにももう一度行きました。随分ですね、はい、5回5回行きました。これはかなりでっかい音楽のフェスなんですか？はい、チェンナイディセンバーシーズン、12月丸ごとなんですけれど、はい、世界最大の音楽フェスと噂されます。というのも期間は1ヶ月にわたって、会場は市内の数十箇所、はい、で朝から晩までやってるんで、軽く計算しても4000プログラム以上あるって話ですよね。なあ、すごいね。トータルのことは誰もわからないっていう、そういうフェスティバルです。あ、じゃあもうその我々がよく言う音楽のフェスで、はい、まあ、1日2日あるいはまあ、ね、3日間ぐらいやるようなフェスっていうイメージじゃなくて、はい、もう1ヶ月間もう町ごと音楽祭なわけだ、うん、そうです。しかも古典音楽だけ、それやばいね。9割が南インド古典です。北インド古典で日本でもシタールとかタブラとかあるじゃないですか。それは北インド古典です、はい、南インド古典は基本的に声楽です、はい、だからおばあちゃんが歌っている歌、おじいちゃんが歌っている歌みたいの1曲1時間のフルコースをもうたんまり朝から晩まで聞かされるわけです。それで19世紀18世紀に3人の、モーツァルトみたいなバッハみたいな人が南インドに現れて、その山岳生の歌を大抵歌うんですよね。はあ、うん、基本的に歌だけなんですか？はい、歌のバックはバイオリンが入って、はい、あと、タルプラではなくてムリダンガムっていう太鼓、両面太鼓と、はあ、あと黄金と、はあ、あとタンバリンのような太鼓とかが入ります。なるほど、なるほど、はい、バイオリンもでも一緒に旋律やってるだけだよね。そうですね、ユニゾンですね。ポリフォニーじゃないもんね。そうです、あとは、うん、裏側でこう合わせていくだけ、はい、うん、すごそうですね。すごいですよ。1曲1時間半おばあちゃんがもうヒートアップですよ。もうだからみんなお客さんも本当に品のいい人たちばっかりで、うん、だから歌舞伎に行くような飲みに行くとか、そんな世界ですよね。でこのその1ヶ月間行われてるっていうフェスってのはずっと続いてるもんなんですか？多分ないつから始まったものかちょっとわからないですけれど、もちろん数十年とかそういうレベルだとは思います、うん、ただそれ以前からそういうお金持ちの方とか、あと偉い方とかがお金を出して宗教で寄進して、その時に音楽家を呼ぶっていうのは昔からあったことなんで、うん、それの延長でライオンズクラブみたいだったりとか、あとはミュージックアカデミーって音楽大学あるんですけど、そこが一番の殿堂なんですけれ ど、 なるほど、そこで出れるのがやっぱりこう名誉だったりするんですよね。なるほど、じゃあかなりアカデミックな音楽祭と思ってる。そうですね、アカデミックな音楽祭でもやっぱり庶民の宗教に根ざしてるんで、はいはい、神への愛を歌ってるんで、だからお寺とかで無料のコンサートとかもあるんです。でもその、まあ、1ヶ月間あるうちの、やっぱその一番こう盛り上がるクライマックスみたいなものが一番最後にあるわけ。はい、12月の31日とか1月1日とかそこら辺にやっぱり一番こう大御所を持ってきますね。そこはどういうコンサートになるんですか？結構なこの聴衆の数。はい、そうですね、ミュージックアカデミーは2000人ぐらい入れると思うんですけど、大きいちゃんとした音楽ホールですよね、うん、エヴェボも聞いてて、はい、それでやっぱり前の方の席はもうほとんど売り切れになっちゃいますね、はい、やっぱりそういう、はい、そうなんだ、うん、音楽祭の時行かれた時とか朝起きて一日過ごし方みたいなことで説明していただけるとするとどうなるんですか？まず新聞を見るんですよ。ほう、そうすると新聞なんていうかこうね、1ページに
コンサート会場とあと時間割が全部載ってるんですよその日の、うん、ね、それで、ウェブには乗り切らないんですよそんな会場があるんで新聞見てそれで、朝から近くで会ったりすると朝例えば9時に寺に行くこともありますけど、はあ、大抵はもう午前中は遊んでますけどね、はい、観光したりとか、はい、あとインドってすごい今買い物天国なんですよ欲しいものなんていうかこう特に女性の服とか可愛いもの何でもあるんで男性でも例えば僕のこれインド服ですけれど、はい、あとは何だろう家の例えばカーテン作ったりとかそういうことを日本だったらできないことじゃないですか高くて、うんうん、インドだったらもう布の国なんで何でもできるんですはい、なんで、あとグルメもものすごく発展してるから、うん、だから昼間意外とそっち行っちゃったりとかあと知り合いの家遊び行っちゃったりとかあと映画も僕好きなので、うん、インド映画、うん、見に行っちゃったりするんですけど大抵クライマックスは夕方4時とか夜の7時にこういいのがあるわけですなるほどそれを、ね、大きい会場でそこを目指していけば、はい、目指して僕はでもミュージックアカデミーのすぐ近く歩いて5分ぐらいのところにホテル泊まるようにしてるんです、はい、そうじゃないと、うんうん、やっぱり南インドはまだまだ交通のインフラが日本ほど、うん、だから空気が悪かったりするんで、うん、夕方の時間長い間こうリキシャーとか乗るとやっぱ喉を悪くしちゃったりするんですよ、うんうん、そうですね、なんでできるだけ近いところでなるほどなるほど、うん、僕はずいぶん前ですけれど、はい、10日間ぐらい北インドの方ちょっと旅行してたんですけど、はい、やっぱり買い物一つするにもそれこそほら値段交渉だったりそういうのですごく時間かかるでしょ、うん、今はもうそれなくなりましたないの今はもうキャッシュレスで日本より進んでますよあ、うん、そう、うん、チェンナイはまだなんですけどデリーとかは路上のこのジュース絞り屋とかも、うん、携帯で払えますよあ、うん、じゃあ割とボラれたりしなくて平気なのもう今ボラれない空港着いたらウーバー使えばもう最初からあそっかうんもうそういうのいないです普通にいい国になったんでタイムカードをしてる方が外国人ボルよりいいそうかそうですよいやちゃんと働いた方がいいっていう国の時代になった僕が行った時はねとにかくさタクシー1台こう使われるするじゃんタクシーが大変なんですよねそう昔であそこ行くのいくらだって言ってるじゃん、うんでこっち交渉してる分にはまだいいんだけど、そうすると他のタクシーのドライバーがここに参入してくるわけ、参入してきますねでお前いくらで行くの俺はいくらで行くって話になって、うん、喧嘩し始めます僕は結局蚊帳の外なわけ、でドライバー同士でいろいろ喧嘩になっちゃうわけでそれで30分くらいかかるんだよねありました本当にねそのウーバー現地版のウーバーグラブとかいろいろあるんですけれどインド版のウーバーのことオラっていうコンビがあるんですけれどいい、ね、それだとこうねどんなそうだよね リムジンも選べるしリキシャンも選べるしそうなんだクレジットカード払いも選べるしなんだインド変わったんだね可視化しましたそれがすごいですよ今までだってどれがタクシーなんだか分かんないじゃないですかその前にいろんなやつが話しかけてきてうわーってなってたじゃないですかだって空港に着いた途端にさおられますよねおられるも何もだってスーツケースとトランクを持ってたらさ、うん、もう何人もがそのトランクに箱そう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 、もう10人ぐらいがうわ寄ってたかって俺が運ぶいや俺は自分で運ぶってこう言い切らないと誰かに持たれてそうですねタクシー乗ってそうそう乗った瞬間に今思ったのは俺だから払えっていうね、うん今はいい国になりましたねそうなんですかもうガセン行く気になりましたあれが結構ストレスだったんですよもう全然もうだから海外で使えるシームを最初から挿しとけばなるほど、ね、全然問題ないです着いた途端に、まあ、逆に言うとだってまあゼロ作った国の人だから、はい、そうですよデジタルも入んな早いわけだ早いですよまあ、生体認証ですから銀行口座持ってなくてもね最近ねそういうこと言ってますもんねそうだよね、うん、はいまあ、南インドというと、ね、もちろん北も美味しいですけど何しろ食事がいいじゃないですか、はい、日本でも南インド料理すごく今人気になってますよね大阪とかほとんどスリランカ状態スリランカみたいですね、みんな好きなやつはもう大阪行くときはみんな入国って言ってますからね我々の仲間でも言いますからねマニアがいっぱい本当ねご飯お米だしいろんな野菜料理が多いし、うん、だしの文化だし、うん、だから割と日本人の口に合うのかもしれませんけど、ねうん、チェンナイもそのスリランカに近いですけれど、はい、やっぱもっとね宗教色が強いんでやっぱりベジタリアンもしくはベジタリアン以外っていうのがしっかり分かれていて、はい、ミールスってセットメニューは基本的にベジタリアンだったりするんですけれど、うん、だけど、うん、とノンベジのだから肉とか魚の方もものすごくやっぱり新鮮です、うんはい僕はトリップアドバイザーで今チェンナイ1位に選ばれているモラキュラー料理の店モラキュラーって実験料理の店
アルタナってところに2年連続3回行ってるんですけれど、はい、試験管とかピペットとかでこう あと瞬間燻製とかそういう技で出てくるやつです、ね、あなるほど、うん、なるほど。それとインド料理すごいですよ。そこいわゆるエルブジだなんだそうそうエルブジ系の騒いでるそうです、ね、その割とこう 前衛的な前衛の料理の料理がインドにもあるありますね。あそれはあるわな。インディアンアクセントっていうのがデリーにあってそこも美味しいですし、南だとアバルタナで、アバルタナは南インド料理をそれにしてるんで、だからすごくいいですよ。結構高級な店ってこと、はい、高級ですね。そんなことなってんだ、ね、美味しい美味しいですね。しかもプレゼンテーションがねやっぱりね、そのラッサムっていうはい、はい、トマトのスープがあるんですけど、それシェイカーで振ってその場でこうなんだハーブティーのあれにニューって押して入れて、ほうほう、それでこう三角形のカクテルクラスこう入れてくれたりとかね。なんかイメージしてるのと随分違うけど、はい、そういう新しいインド料理もいっぱいできてきてるってことか。できてきてますね。あわあわのソースとかあるわけじゃん。あわあわありますよ。スプーンは使ってますよ。あっそう、面白いね。それはそういうところもあるし、逆にもっとなんていうか地元の中でももっとヤヒなね、はい、うさぎとか、うん、そういう面白いカニとかを使った、これは僕の友達のユザーン、タブラソジのユザーンから作られた。あユザーンか、うさぎやカニのマサラが美味しい、チェティナードって田舎の料理店とか、うん、あとは普通のミールス屋さんとかももちろん美味しいですし、うん、あとは伝統的な昔からやってるこう店もありますし、はいね、だから今ものすごくやっぱ経済成長とともに幅が広がっていて、はい、日本でも例えば90年代までは例えば渋谷で熊本料理とか食べられなかったじゃないですか。最近ですよそれが食べれるようになったの。そうです、ね、20年経ってないと思います。だからインドは今まさにその時期で、うん、チェンナイにいながらなんて同じ州の田舎の料理が食べれるようになったりして、はいはい、すごく幅が広がっていて美味しい。面白いことになってるのね。なってます。だからチェンナイって帰ってくると必ず太って困ってます、まあ、うまいものがある街ってのはでも旅に行くべきだからね、はい、そういうことです。でそこでやっぱり行ってる間せっかくですからって、はい、食べちゃうもんな。食べます。しょうがないです、はい、さてそもそも、はい、サラムさんがなぜその中東あるいはインドに、はい、ご興味を持って、それはいつもどういうきっかけだったんですか。はい、子供の頃にNHK でドラマでトルコの軍楽隊のパーパーパーパカパッパって曲が流行ってたんですよ。アシュラのごとくっていうので、ね、今おいくつ。僕52歳です。あ一緒だ、僕51なんですよ、はい、僕もそのあのドラマで、はい、そのまさにと、ね、トルコのあれね、そうです、軍楽隊のマーチですよね、あれをすごい覚えてます、そうですよ。なんでこんなのがお茶の間でかかるんだろうってずっと。チャラチャラチャラチャチャチャラララってチャ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 とかずっと。当時5万枚売れたらしいですよ。そうですよね。大ヒットしました。はい、そういうのとか、あと小学校の僕クラシックの聞かされる時間が苦手だったんですけど、ダメでしたね。その中でもなんかペールギュントだったりとかペルシャの市場だったりとかそういうところにグッとくるんですよ。もうなんか DNA に入ってんだな。なんかそんな感じかもしれないですよ。ね、拳回しみたいのが、でそういうのをずっと地方の高崎の中学生とかで追いかけてて、それでその頃レイダース失われたアークでっていう映画がインディ・ジョーンズの、はい、ハリソン・フォードが主演の、はい、それで砂漠のシーンで後ろでアローフ・アクバルっていう声が流れるんですよ、アローフ・アクバルっていう声が、その声、これは 何の音楽なんだろう。なるほど。調べるとアザーンっていうイスラム教を呼びかける声なんですけれど、お経なんですけれど、それがなんかグッときちゃって、わかりました、ね、なんかねくすぐるんです。僕もなんかすごい引っかかってましたもん、ちっちゃい時から、ああいった音楽に、だからもちろんその当時からロックとかテクノとか流行ってたもの全部聞いてますけれど、ていうかもう高崎だったらロックンロールやんないとあそうですね、でしょうね、そういう時代ですね。そういう時代じゃないですか、80年代ですよね。でしょう、だってみんなそこから、はい、でしょ、ホテルさんだってそうでしょ。そうですよね、よく歩いているのを見かけました。あそうですかその時代だもんね、はい、だってね。でじゃあ音楽きっかけでそういうどんどんもう入って、はい、でもう全てってことになって、そうですね、ずっと音楽の仕事をしてきて、それで大学生の頃、まあその頃は卒業旅行とかみんなヨーロッパとか行ったじゃないですか、はい、僕明治なんですけど、みんな、まあ、クラスのみんな全員本当に行ってたんですよ、はい、で僕はモロッコに行くことにして、なるほど、スペインからちょっと行けるんで、そしたらそこでやっぱり生で音楽聴いて、カセットテープでいろいろ聴いたりして、ああこういうのまめに行かなきゃいけないなと思ってはい。そっから、一言で言うとハマっちゃったわけですね。ハマっちゃったわけですね。
でもね、大学の卒業旅行でトルコに初めて行って、はい、あ、これから就職社会人になって働き出したらもう二度と来ないんだろうなって思ってたんですよ、大学4年の僕は、はい、でもそれ以来毎年行ってて大学生ってのはもっと愚かなんだなと思いましたまあ自分が愚かなのかもしれません、はい、当時はまだ全然予感はなかったけどもしょうがないね、はい、そういうのだね、はい、でも今はもうどうですか、うん、本当にいろんな音楽仲間、いろんな国のフェスティバル仲間がやっぱりもう今 Facebook とかつながってるじゃないですか、うん、だから新曲を出すと必ずこうデータで送ってくれたりして、うん、それで JF の番組でこう流してくれって頼まれたりとか、うん、全部がリアルタイムで、今までは遠くてファックス送ったり手紙書いたり、そういう時代だった、メールだったけど、今はもうチャットで全てが完了する。それとかアメリカドラマとか日本より早くみんな見てるじゃないですか、うん、だから本当にリアルタイムで本当にいい時代だなと思います僕は。いや本当ですよね、うん、地球が小さくなったよね、小さくなりましただからどこに行ってもいいだろうし、ね、行きたいところに行って、そうです、ね、好きなものを見て着て、うん、で食べてというふうな人生になってくるでしょう。そうですよね、チョイスがね、そういうふうになってきました僕の人生は本当に。本当ですね、面白いですね、はい、いやでもまだまだやっぱりね、まあ、これは全世界的にとってもそうだろうけれども、うん、やっぱりそういったこうワールドミュージックっていうか、うん、民族音楽みたいなものっていうのは、うん、やっぱりほら誰かが紹介しないとさ、はい、なかなかこう普段のさ、そうですね、生活の中には飛び込んでこないじゃない、はい、そうですね、ね、だから知って魅力を感じた人は、うん、まあ、僕なんかもすごくこう世界中のそういった音楽に興味を持った時期がすごく深くあって、うん、そういうのは自分の音楽になんか取り入れながらでもなんかこうですね、うん、みんなに伝えていきたいと思うし、うん、はい、そうやっていかないとね、うん、我々知らないとまた伝えられないしね。そうですよね、うん、でも本当にその検索とか自分のアイデアのちょっと外側に行けばいっぱいあるんで、 その通り、うん、その外側の殻を破ればいいだけのことなんで。そうだね、3月にこれは中東料理を紹介する新刊ですね、はいはい、ありゃー、なんか美しそうですね。ありがとうございます。これはどういった料理を。はい、僕が豆に訪れている国、トルコ、イスラエル、レバノン、モロッコの料理の本の、うまいんだよね、はい、この辺りの料理ってね、はい、モアってついてるんですけれど2冊目なんですよ。メンハネっていうのはトルコ語で居酒屋っていう意味で、うん、居酒屋の食卓モーモットっていう意味です。で、人がつながる中東料理ってサブタイトルつけたんですけど、うん、僕は音楽の取材で現地に行って、そうするとミュージシャンたちと仲良くなって、はい、ミュージシャンがお気に入りのレストランに連れてってくれたりとか、うん、あとうちの妻の料理がうまいんだ、うちの母親の料理がうまいんだって言って、うん、家庭に連れてかれて習った料理ばっかりです。だから、うん、あとは現地のなんか有名シェフから習ったりとかもしてるんで、うん、だから人がつなげてくれた中東料理なんですよ。健康的だしね、で、まあ、大体トルコ料理っていうのは世界三大料理の一つですからね。そうですね、本当にでも味もすごいバラエティに富んでるし、はい、この表紙にあるのこれおナス、これナスです。ナスの上にこれザクロの実だ、はい、それで下にタヒーニのソース、練りごまのソース引いてるんですよ。あ、美味しそうだね、今までだとこれを全部ペーストみたいにぐちゃぐちゃにして、ペーストみたいな状態のババガヌージュっていう料理があるんですけれど、はいはい、でも今時のはこうね、あえて上にソースを下にして、かけないでソースを下にしてその上に並べるっていうのはちょっと数年間の中東でのトレンドなんで。なるほど、それはもう西洋料理の割とね、うん、イタリアンとかでやってフレンチとかでやってきたことが大体伝わっていくわけだね、うんうん、これとかも上から見ると、はい、なんだかナッツとそうですね、くるみとあとパン、焼き焦がしたパンとタヒーニかヨーグルトのようなものが下にあるんですけど、実は2層になっていて、うん、下にビーツのペーストが入ってるんで、かき混ぜるとマゼンタ色になるんですよ今時これはロンドンのレバノン料理の店。ね、ロンドンはね、とにかくね、レバニーズすっごい多いの。そうですよね、すごく美味しい料理がいっぱいあるの、うん、で普通に僕なんかもロンドンにいるときは毎日ちょっと前菜風にしてフムス食べるんですよ、ね、毎日なんですそれ、うん、スーパーでどこにも売ってるから売ってますよね。だからそのね、僕にとって割とこう身近なんだけど、そうですよね、東京まだそんなになんだよね。そうなんですよ、僕はだからこの料理の本の帯に書いたのは、うん、中東料理は2020年のブルーオーシャンって書いたんですけれど、これどういうことかって言って4000万人インバウンドが来ます、はいはい、そのうちの 5% がベジタリアンだとすると200万人がベジタリアン
アンです、うん、でもベジタリアンの半数はインド料理を食べれるけれど半数はインド料理を食べれないんで、ね、辛いから、ね、すると100万人がホモスや僕が作る料理を欲しがってるんです。そうだね。だけどまだここには存在その料理を作れるレストランは東京にほぼないんです。だから完全なるあのブルーオーシャンだと僕は中東料理を思ってます、はい、ひよこ豆の時代がやってくるわけですね。来ますね。ナスと練り物の時代。ナスと、はい、でも美味しいからね実際ね。そうですよね。ロンドンだとランチボックスってレバノン料理ですもんね。ほぼ大体ベジタリアンのほぼ、はい、ほぼです、うん、みんなだから普通にこうデリーで買うものも、うん、まあまあ、レバニーズ選んどきゃ問題ないっていうか、うん、そういう感覚だよね。そうですよね。まあ、今時は割とそこに寿司がグッと入ってきてますけど、ね、でもベジにとってはやっぱりね。そうですよね。ベジの人にとっては中東料理はすごく簡単なんで。簡単だし、ね、うん、あと羊とかうまいんだよな。そうですね、うん、うまいのいっぱいあるからね。肉料理も魚料理も美味しいですよね。結局 トルコもそうですし、あとまあちょっとこう経路は違いますけれど、うん、ギリシャ料理だったり、はい、そうですね、結局エリアとして、うん、あの辺り、ね、東地中海、地中海、はい、あれはね世界中で一番うまいと思う。あ、やっぱりそうですか。僕もそう思います、うん、間違いなく、ね、いろんな味覚が、うん、まあ、そのフュージョンもしてるしさ、うん、でやっぱりあの辺で始まったものも多いじゃないですか。その通りです。オリーブオイル、ね、もう全部そうだよね、うん、ワイン何でもそうじゃない、はい、農業ね。だから、うん、結局あそこで何かね帰結するような気がしてならない、ね、僕も数年前からずっとそれ言ってんだよね、うん、そうなんですよ。だから去年はトルコにトルコの音楽祭の取材行ったんですけれど、うん、2つ取材行ってる間に1週間空いたんですよ、はい、その間に何やろうと思って、うん、タコ料理について調べたいんでギリシャの島に飛びました、はい、トルコ人にタコのこと聞いてもあんま答えられないんですよ、はいはい、イスラム教徒だったりするから、はいはい、でトルコ語の魚の名前ってほぼギリシャ語なんです、はい、タコのことはトルコ語でアポフタって言うんですけれど、はい、うん、そういうのはギリシャ語なんですよ、うん、だからギリシャの島サントリーニとナクソスの料理教室に行ってタコ料理について掘ってきました。ほんとサントリーニいいね。僕3年前ぐらい2年もういいな。すごいところですよ。あの芝いいね。あれすごいですよね。すごいよね。あんなところあるんだっていう世界ですよね。ね、飯もいいですし、うん、本当に、うん、結局ねあの辺なのよ。はい。今日の結論。はい。出ました。はい。はい。さて最後にこれはお越しいただいた方必ず伺ってるんですが、はい、サラムさんにとっての旅ってのは一体何ですか。はい。旅は日常生活とかあと快適だと思い込んでいる自分の世界から一歩外に出るってことです。それは音楽とか料理も全く同じ体験だと思ってるんですけど、自分が思っている世界だけが世界じゃねえぞっていうことが旅にいると分かって、そこに自分の未来があると思う。